皆様こんにちは、山芋です。うちは歯ブラシ、シュシュシュ、はい、ということで今日はこの可愛い歯ブラシのピクミンと一緒にお届けしていきたいと思います。かっこよくね、赤いバラをつけて一緒に撮影していきます。歯ブラシなんでね、ちょっとイメージ映像とともにかっこいいだろ。はい、こんな感じで私たちが歯ブラシしてる時に身近にひっそりといるかもしれませんね。はい、かわいいですで、昨日の動画のお話をちょっとだけしようと思うんですが、皆さんからのコメントや、まあ、Twitter とか巡回してると、まあ、人によってはいいアップデでもあり悪いアップデだったのかなっていう感じがしましたね。山芋ちゃんにとって良いアップデ。そうだね、もともと私の家の近くって大体のデコピクはあるから、まあ、砂浜とかはないけど、ちょっとね検証とかも、ね、できない感じなんだよな。ここら辺は薬局もパン屋さんもいっぱいあるからね。この動画の時はたまたまうちの近所でケーキ屋さんが一箇所しか出ないところがあったんだけど、それが今回ね、近づきすぎてもケーキ屋さんが出なかったりとかして、でもタスクキルしたら出たの。もう山芋ちゃんレベルじゃわからないね。そうだね、これはもうあのガチ勢の人の動画を見に行くのがいいと思う。山芋ちゃんたちでサボってる勢だもんね。サボってるじゃなくてまったり勢かな、まったり勢。まあ、このゲームはね、前から言ってるけど人と競争するゲームじゃないので、まったりやってもいいかなと。こう見えて結構なんやかんやデコピク集まってきてるんだよ。まだちょっと一個ずつ足りないのとか多いから動画にしてないけど。揃ったら AR 撮影返してね。可愛く撮ってね。それは任せてください。もう可愛く撮らせていただきますあははは。はい、ということでね、本題に入っていきましょう。今日は新しいバッジについてお話ししていきたいと思います。新しいバッジ嬉しい。新しいバッジ可愛いもんね。バッチいっぱい嬉しいね、いっぱい増えたらね。このアップデートがあって新しく増えたやつなんだけど、なんかちょっとバグってる感じだったから、ちょっと私様子見してたんですよね。バグだ。なんかいらんこと言いそうというか、間違ったことまた喋りそうだなと思って、うーんと思ってたんだけど、一応さ、なんか公式さんからのね発表がありましたね。前回の動画でもちょっと見ていたんですけども、サイトに飛びます。こちらですね、修正された不具合、バージョン40において導入されたお使いバッジについて以下の不具合の修正を行いました。お使いバッジが取得可能になった2022年3月4日5時20分以降のお使いの回数を表示すべきところ、誤って異なる数値を表示していたため、これを修正しました。こちら画面なんですけども、この上の方に書いてるやつ、今91回ってなってるんですけど、もともと何千回っていう、おそらくゲームを始めてから今までの回数が表示されてたんですが、ここのね200のバッジが光ってなかったんですよ。ハテナだったんですよね。だからそれが不具合で、私もでここ200がすぐバッジもらえるんだろうなって思ってたら違ったみたいですね。私は誤った情報を流すとこだった。これが本来の姿っていうことですね。お使いバッジが取得可能になった時からお使いした数がカウントされてるということで、私はあと110回行かないといけないということですね。いやでも今までの記録が欲しかったよね。ちょっとここは残念かなっていう感じで、まだこれね不具合が残ったままなんですね。一番遠かったお使いにかかった時間の表示が秒のみになっており、時間と分が表示されていない。はい、この子なんですけども、確かにかかった時間48秒って書いてますね。一番遠かったお使い 795.1km と書いてるのにおかしいなっていう感じでございます。で、この子、なんでこんなに遠いところの子を持ってるのかっていうと、まだね、ライフログで遠いところにピンが刺せた時、まだ世界旅行ができた時代のピクミンがデコピクになって帰ってきたんですよ。で、私まだこの2つ残ってるんですよ。
パリとベトナムの子で、ベトナムの子がもうすぐ帰ってくるんで、おそらくこれがここに表示されるのかなと思っております。楽しみですね。早く帰ってこい。でその下ですよね、送ったピクミンの名前が長い時レイアウトが崩れる。いや、あの前回の動画で言ったんですけど、強制的に長い名前を突き刺されてるんですよね、今アップデートで。だからこれ私たちのせいじゃない。私たちも意図せず長い名前を付け刺されているというふうに考えても過言じゃないと思うんですよね。これは仕方ないね。これ長いでしょ、この子めっちゃ長い名前で、 これは悪くないと思う。私付けたくてこうなったわけじゃないですかね。ちょっと考えていただけたらなと思いますね。で今たくさんお使いに出し切っている状況、この私のご近所全部もうセルがだいぶ埋まっている状況でこのバッジが来てしまったので、遠出しないとおそらく200行くのに少し時間がかかってしまうと思うんですよね。私ちょっと頑張らないといけないなと思っております。しかもなんか200の次もあるらしいですよね。いや知らないですよ。まあ、ちゃんとあの確証は取ってないです。あの私ちゃんと見てないんで、らしいですよって書いてありました。私今現在こんな感じでレベルがねまだ46なんですよね。ちょっとサボりすぎてて今日も1万歩行ってないです。カードもらえてないです。でもやっぱりカード欲しいですよね。とりあえず頑張って200回行こうと思います。おで頑張る。頑張ってくれる。そうだよね、今あのお使いに行ってる子、この2匹も黄色ピクミンだもんね。一応あと2日で帰ってくる子はもう国内に入ってるんですよ。頑張れ。でも周りねお花ないんで多分こう山の中でしょうね。なんかプルプルしてる。めっちゃ重そうだね。なんかかわいそう、もう疲れ切ってる。で今このパリから帰ってきてる子なんですけども、あのちょうどあの今戦争が起きてるとこの近くを通って出たみたいですね。あの地図を見た時になんか心がちょっとなんかざわざわってしてしまいましたね。戦争は怖い。無事に帰ってきてほしいなと思っております。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よかったら他にもたくさん動画上げてますので見てください。高評価してくれたらめっちゃ嬉しいよ。よろしくお願いします。ありがとう、またね。バイバイ。